様からお題をいただいて賞を行っております。ではですね、本日はこのようなメンバーで、いつもやってるような、ちょっとしたものをやってみたいと思います。はい、それでは参りましょう。フリーズ、よいしょよいしょということでございます、はい。さあ、フリーズはですね、このメンバーの中から2人が前に出てきてですね、即興でシーンをしてもらいます。こんな感じでございますね。兄ちゃん、行くよ。よいしょ。はい、よろしく。ここでですね、後ろにいるメンバーがですね、フリーズと言って手を叩きます。すると前の2人は動きを止めまして、フリーズをかけたメンバーがどちらかと入れ替わります。ポーズは引き継いで、先ほどと同じポーズで全く違うシーンを始めます。踊りましょう。ああ、はい、ということで、全く違う素晴らしいシーンが誕生いたしました。これはですね、メンバーでどん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 と連続してやっていきたいと思います。はい、それでは早速見ていただきたいと思いますが、即興でお題をいただくというのも、この GST ステージの、特徴でございます。では、羽成くんに、お題をいただきたいと思います。何かアルファベットの、一文字いただきたいと思います。羽成ですよ、記者の皆さんは。はい、いらっしゃいますでしょうか。このままだと。あ、こちらも。はい。B でございます。そうですね。はい。どっかな？こっちですね。いいですね。はい。こうですね。向けてる B。では、しずちゃん。しずちゃんにはですね、ひらがなをいただきたいと思います。何でもいいですよ。頭に浮かんだひらがな、言っていただければと思います。はい。あ、と。ということでございまして。と。いいとこができましたね。ありがとうございます。ね、はい。はい、安定性にちょっとかけますが、行ってみましょうか。はい、では、こちらのポーズからインスパイアされたシーンを、やっていきたいと思います。フリーズ、スタートです。よし、じゃあ今日はこのボールを使っていくぞ。はい。投げるぞ。はい。じゃあ私がそれを止めます。よいしょ。バカ野郎、そんなんじゃ大会では優勝できないぞ。はい、コーチ。うん、どうした？私、もう辞めたいんです。辞めたいなんて、今まで何のために努力してきたっていうんだ。私、コーチのことがずっと好きだったんです。いはい、明日デビューよ。それなのにアイドルの振りとして、それおかしくない？もう一回ワンエイト行ってみろよ。3、はい、ワン、ツー、スリー、フォー。ファイ、やめやめやめ、デビューなしね。あなたもうデビューなし。フリーズ。違うだろ。すいません、いいと、よかれと思ってやったんですが。違うだろ。あの音やめてください、師匠。師匠に憧れて早10年、まだですか。お前にはまだまだだな。プリンス、そうですか。どの辺にコンタクトを落としたんですか。ですね、絶対的にここなんですよ。あ、そうですか。はい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 。でも、あの、メガネをかけた上でコンタクトしてるんですね。そうなんですよ。なので、バウンドしたと思うんですね。あ、バウンドだ。横に行ったら、バウンドしたと思うんですよ。あ、あまり動かない方がいいと思うんですよ。あ、そうですね。はいはいはい。この辺じゃないですか、じゃあ。です。3000万円持ってまいりました。いや、足りないね。3000万円しかもう用意できないんです。何を言ってるんだ。お願いします。この六本木を支配しようとしてるのに3000万円では少ないな。は、君の体をいただこう。私の体はあげれません。何を言っている。脱ぎたまえ。仕方ない、六本木を手に入れれるのなら。始めるぞ。はい。いやらしい目で僕を見てる。うん。もうちょっと身長が伸びてほしいんですけど。まだ伸ばす気ですか。オファー通り20センチ伸びたんですけどもね。もうちょっと伸びたいんですよね。そうですか。じゃあ
侮っちゃダメよ。私何年やってると思ってんの。え、何年やられてるんですか。30年よ。30年磯辺揚げ詰めてんのよ、こののり弁にね。さすが。プリーズ。いや、しかしお前金魚釣り本当にうまいな、おい。金魚を釣らしたらお前、いや俺なんか金魚すくいでやっと一個乗せれるかどうかだ。ほら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 。お前すごい。やめないで、出て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 。チンパンジーが人間の子供を抱いている。いやー